こんにちは、うさここと南さきです。今日はですね、ちょっとアフタヌーンティーを自分で用意したので、アフタヌーンティーたちをいただきながらゆるくおしゃべりしようと思います。私は今、女性のための心理学やノート術というのをお伝えするっていうお仕事をフリーランスとしてやっています。でこういったね、 YouTube の場所とか、あとは大人女子の学校ライフデザイン講座講師としても活動しています。もともとノートはすごく好きで、私小学校の頃とかって自由帳、真っ白やの自由帳にめっちゃ書いてたんですよね。あの文章とかだけじゃなくて、なんかイラストとか漫画とかもめっちゃ書いてて、だから昔からなんかこう書くっていう行為は好きだったのかなって思います。そう、小学校の高学年ぐらいからちょっとずつなんか日記みたいなのつけるようになったんですよね。当時あの交換日記とかもね、友達との間で流行ってたし、自分でもちっちゃい日記帳を買ったり、なんかちっちゃいノートとかをこう日記にしてこそこそ部屋で書いてたりしました。本当にその日一日あった、学校であったこととか、こう感じたこととか、あとなんか好きな人はどうだったとか、そういうこと書いてて、で中学高校と毎日というよりも気が向いた時に書くみたいにやってました。だから常になんかノートは一冊、そういう自由に書けるノートっていうのは常に持っていたような気がします。中学生ぐらいの頃からその1年のテーマを4文字熟語で決めるみたいなのはやってました。だからノートにいつもそういう、あの忘れないように今年のテーマの4字熟語を書いておくみたいなことはやってましたね。あと大学生ぐらいになってから夢ノートみたいな感じで理想ノートに書き出すっていうのをやり始めました。ああなりたい、こうなりたいとか、あれが欲しい、これが欲しいっていうのをノートに書くといいよみたいなことをね、本で読んだりしたので、そういう、まあ、プリンセスノートとかシンデレラノートっていうのかな、うん、そういうのは書いていました。で社会人になってからもノートは書いてたんですよね。そのノートに理想を書くっていうのは止めないでいて、就職して最初に赴任したのが宮城県仙台市だったんですね。私地元は関東なので、その実家を離れて初めて一人暮らしして、初めて社会人になって初めての土地で働くっていうのをね、経験して、まあ、すごいやっぱり気持ちがね、もう本当に上がり下がりが激しかったんですよね。でそういった時に本当はどうしたいんだったっけなっていうのをノートによく書いていました。当時書いていたのが 1LDK のこう日の当たりのいいマンションで、まあ、当時も付き合っていた今の夫、まあ、彼と一緒に東京で暮らしたいなみたいなことをね、書いてたんですよね。で今はね、もう何年も経ってですけど、それが叶っていて、今東京にね、夫と 2LDK、 もっと広いお家、日当たりのいいお家で夫と暮らせるようになって、後からそういうノート読み返して、あ、やっぱ私ってずっとそういうことを思ってたんだなとか、あ、なんか叶ってよかったなみたいな。で当時は本当にどうしたらいいか分かんなくて、すごい頑張ってたんだよなっていうのをね、思い出して、なんかこうね、あったかい気持ちになりました。ノートって本当に自分の記録だなって思っていて、今ね写真とかもあるし、ブログとか SNS もあるし、いろんな方法で残せるとは思うんですけど、やっぱり誰にも見られない場所で素直な気持ちを残しておく、でそれ本当に未来の自分への宝物だなって思います。で今の感情ノート、自分ノートって呼ばれてるものなんですが、それを書き始めたのは3、4年ぐらい前かな、うん、だから当時もずっとノートを書く習慣はあったんですけど、毎日書くとか、あとはそのこまめに感情を見てみたいなことはやってなかったんですね。で、恩師の小原美希さん、ライフデザイン講座の生みの親で、今はねもうそのチームのリーダーとして、いらっしゃって、一緒にね私も働かせていただいてるんですが、この美希さんにこう教えていただいて、ああ自分ノートっていうのがあるんだ、なんかちょっと書いてみるかみたいに思って、書いたのがきっかけです。もうほんと最初書いて思ったのが、感情って何って感じで、で当時からそれこそね、理想を書くとか、今こういうのが嫌だとかって書くのはやってたんですけど、どうしてもそこから無理やり、例えば改善点を出す、どうやったら改善していけるかとか、なんかどうやって行動していくかみたいな、すぐ結構思考モードに切り替わってたんですよね。でも本当に大事なのは感情だよって言われても、
まあ、感情って何って感じですし、何を感じて日々生きてるんだろうみたいなとこから考え始めました。うん、だからノートか最初全然書けなかったですね。で、感情ノートをだんだん練習していくうちに、あ、そっか、頭の中の言葉書けばいいんだとか、何かに対しての感想をメインに書けばいいんだとかっていうのはだんだん分かっていきました。本当にいろいろノートの書き方試行錯誤して、私の場合は今このね、感情ノートというものに落ち着きました。本当になんかノートと自分を味方につけられるようになったなって思います。なんか本当どうしたらいいんだろうっていう、なんか誰か正解を教えてみたいな風にずっとずっと外側に答えを求めてました。起業をしてみたいなと思った時もすごい本当毎週末、会社員だったので毎週土日はもうなんかのセミナーとかワークショップに行ってるみたいな状態になってて、本当にいろいろジプシーになっちゃってたなって思います。自分探しジプシーっていうか。で、ようやく今ノートに書く、自分でノートとペンを使って答えを導き出せるようになったんですね。もちろんまだまだね、人に頼ることも全然あるし、やっぱ人の話を聞いて気づくこととかたくさんありますので、全然そういった学びは止めたくないし、でもそれ以上に先にまずやっぱりこう自分の望みとか自分の気持ちを一回自分で聞いてあげるっていうのは本当に大事だなって思ってるので、まずはノートに書くっていうのをねやってますね。何年ノート書いていても本当に新しいことの気づきの連続ですね。あとはこういろいろなんかやりたいことがわーってあって、あ、なんかなんでやりたいんだかでも分かんないんだよなみたいに思ってた時に、全部が一つの点でつながるみたいなことも結構あるんですよね。で、それが、あ、私の人生のテーマだったんだみたいなこともあって、本当にこれ本当最近の話なんですけど、なんかそういうことがあるので、ノートを書くのは本当に止めない、多分死ぬまでノート書いてるだろうなって思いますね。これからもね、ノートライフを楽しんでいきたいなと思っています。この YouTube チャンネルではアラサー女子のための心理学やノート術をお伝えしています。ぜひね、いいなと思ったら高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。このアフタヌーンティーセットフランフランのもので、どういう感じだったかとかっていうのはね、サブチャンネルの方、うさこホーム&ライフに動画を出していますので、よかったら見てみてください。それではありがとうございました。